マジかよ霊夢、お前そんな弱いのか？うるさいわね、しょうがないでしょ。私まだ、ソウルソサエティに来たばかりなんだから。挽回警告い、不動像。おい、やめろ。いろいろとやばいだろそれ。ほう？マリサが珍しく焦ってるなんて。これは気になるわね。ということで今回は日本 VS 韓国、実は差が歴然だった。韓国当然だ、お送りするぜ。皆さんの意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、日本のお隣の国には、いろいろとやばいエピソードがあるな。そんな中でも、警告の軍隊と日本の自衛隊の差がやばすぎると話題だぜ。え？それって警告の軍隊の方が日本より強いってこと？じゃあ今回はそれを解説していくぞ。まず、警告は軍事力の分野で日本に大きく遅れているぜ。なんだ、やっぱりそうだったのか。まあ、ジオン軍と連邦軍のモビルスーツ開発ぐらい差があるんだよな。その中でも一番大きな差がついてしまっているのが宇宙だ。まあ、ジオン軍にもゲルググとかガーベラテトラとかありますし。確かに警告の宇宙開発も捨てたもんじゃない。だが、日本には遅れに遅れているんだぞ。そもそも今の時代、人工衛星がないと無人機どころか偵察機など、ほとんど全ての武器体系がまともに作動しないんだ。うむ。だから今、アメリカは宇宙分野においてロシアや C 国と競争しているんだものね。ああ。そしてそれは日本も同じだ。だが宇宙に広がっていく戦場に警告は対応できていないぞ。まず、日本は2025年頃には妨害衛星を打ち上げる計画を立てているな。妨害衛星？それってなんかやばい感じじゃない？ああ。この衛星はロボットアームで他国の衛星を攻撃し、通信を途絶えさせて偵察衛星としての機能を喪失させるからな。マジかよ。日本は専守防衛じゃなかったのか。まあ宇宙では専守防衛も通用しないのかもな。もちろん、警告の衛星相手にも攻撃を行うことができるぜ。さすがにそこまでしないと思うけどね。また、JAXA、宇宙航空研究開発機構の鹿児島宇宙センターの元所長だった坂爪のりお氏はかつて、ドッキング技術が日本の宇宙技術の中で最も誇れる技術と述べているな。ほう？ドッキング技術とな？つまり、JAXA によって蓄積されたロボットアームの技術と世界最高レベルのドッキング技術が合体したことによって、ロボットアームのついた妨害衛星によって他国の人工衛星を破壊することが可能になるというわけだ。それだけじゃない、ドッキング技術を軍事転用すればミサイル迎撃技術として使うことだって可能なんだ。ちょ、待てよ。そこまでしてもいいの？宇宙だったら何やってもいいのかよ？まああくまで、こんなことができるってだけだぞ。それでもすごいわね。日本も結構攻撃的な民族だったのね。でも、警告も黙ってはいないんでしょう？もちろんだぜ。警告は2021年を目標としておよそ 1.5 トンの人工衛星を打ち上げる計画で、独自のロケットを開発していたんだな。さらには警告政府が、2022年頃をめどに火星調査にも乗り出すと言っていたぞ。警告が火星に、ねえ、まあ帰ってこれなくなっても迎えに来てほしいにだ、とか言わないならいいんじゃない？その後2022年6月21日、警告型宇宙ロケットヌリ号系 SLV-2 の2回目の打ち上げに成功しているぜ。おお、やるじゃん。1993年6月に警告初の観測ロケット KSR-1 コリアンサウンディングロケット1が打ち上げられてから約30年ぶりで、朝鮮日報も宇宙に向けた30年間の努力が警告を7で宇宙強国に仲間入りさせたと報道していたな。ミサイルを打ち上げたくらいで偉そうに。しかし日本はすでに、偵察衛星として地球の軌道に約16トンの人工衛星を送ることが可能な H2A 気体燃料ロケットを保有しているぞ。なん、だと？それだけじゃないぜ。保有しているのは、燃料の注入に時間が必要な H2A ロケットだけじゃないんだ。ボタンさえ押せば即座に発射できる 1.2 トン弾頭用の固体燃料ロケットのイプシロンもあるんだな。待ってよマリサ。それって軍事転用すればすぐにでも大陸間弾道ミサイル、ICBM を作れる。未だ作ったことはないから、机上の空論ではあるがな。それにしたって日本、えげつないわね。視聴者の皆さん、日本の宇宙開発技術のミサイルへの転用はあると思いますか？コメント欄で教えてね。それじゃ、ICBM についても解説していくぜ。お願いね。これはあまり知られていないことだが、日本は大陸間弾道ミサイルこと ICBM を発射できるだけの技術力を持っているんだぞ。日本も ICBM を発射できるですって？ああ。ICBM を発射するためには大気圏再侵入技術が必要なんだ。そして日本は、宇宙に打ち上げた人工物を大気圏内に再侵入させることにかなり前から成功しているんだぜ。おいおい、
それじゃ、ICBM の技術では北朝鮮を遥かに上回るっていうの？もちろんだぜ。遅かれ早かれ国防政策として表面化してしまうだろうけど、技術面だけ見れば、日本は ICBM の力量を全て備えた宇宙強国なんだぞ。偵察衛星能力も2025年までには10機に増えて、その時には北朝鮮のキム氏がトイレに入っているのをリアルタイムで中継できるだろうな。そのライブ配信、誰も得しねえ。それじゃ日本と警告の差をもっと教えてほしいわ。うむ。いろいろと前置きが長くなってしまったが、日本と警告の宇宙軍事力にはガンダムとボールレベルの差があるぞ。は。一体どうやってボールでガンダムに勝つのよ？この差は、日本が宇宙開発を続ける限り、永遠に埋まらないかもな。でもどうして、ここまで大きな差がついているのかしら？話せば長い話だから軽くまとめると、日本の宇宙分野は安倍元総理が宇宙戦略本部長として直接指揮してきたんだな。そして今、急拡大した日本の宇宙開発は、警告に大きなプレッシャーをかけている状態だ。そうよね。宇宙開発の技術は軍事兵器にも応用されているわけだし。だな。そして警告は、独自の GPS こと衛星利用測位システムを持っていない。開発できる技術も見込みもない。ひでえ。一方、日本は順天頂衛星システム、QZSS という独自の GPS を保有しているわけだぜ。そして、現代戦の武器体系は、MGPS や人工衛星なしでの通信がまともに行えず、ミサイルも正確に誘導できないんだな。ふむふむ。だから警告の兵器はポンコツなのか。それじゃ、警告は日本の自衛隊を一体どういう風に見ているのかしら？それについては中央日報に載ってた面白いコラムがあるんだな。面白いコラム？それじゃ内容を要約するぜ。まず日本が空母を導入したことについてだ。日本に空母なんてあったか知らねえ。は、出雲とかがのことか。フリーザが悟る空に、ぶちのめされる原因になったセリフみたいに言うんじゃない。さて中央日報の内容だが、攻撃型軍隊の象徴である空母の導入は、日本の国防政策が変化したことを実感させる。戦後平穏を貫いていた北東アジアの国防体制が攻撃的な方向に進み始めていることに警告は気づかなければいけない。おいおい、いきなり海自にレーダー照射したが、自害うセリフじゃないでしょ。ブーメラン外交だな。記事を見ていくぜ。この後、米国製の垂直離着陸戦闘爆撃機 F-35B を40機と一緒に約2万トン級の出雲型空母加賀を導入することが記されている。そして、日本が近い将来少なくとも3隻の空母を保有する見込み。我が国は2020年に空母の設計に着手する計画で、この分野でも数十年の時間をかけてこそ追いつくことができる状況だと述べている。さらには、空母の運用経験がない警告に対して、日本は第二次世界大戦の時に21隻もの航空母艦を運用した経験があるとも評している。うん？なんか知らんが日本のこと、褒めてくれてる。それだけじゃないぞ。いつも通りの警告武士も炸裂している。突如として警告への半導体や革新素材の輸出を規制し、我々の経済の首を絞めるように空母を前に出した上で毒と問題で圧力を加える可能性もある。やっぱりキムチは腐ってもキムチなんだね。霊夢、その例え全く意味がわからないぞ。いや、ほら。警告ってやっぱり反日国家なんだって言いたかったのよ。まあ、空母は世界でも保有している国が少ない兵器だし、お隣が騒ぐのも無理はないかもね。これがな、空母だけでなく潜水艦にも警告は噛みついているんだな。マジか。最新型の操縦型についてなんだが、毎年新技術を取り入れる海自は、騒音が最も少ない操縦型潜水艦で武装し、最新エンジンで15日以上もの水中作戦が可能だ。加えて水深500メートルの海底まで降下できる。優れた溶接技術がないと水圧に耐えることは難しいが、レーザー溶接の技術は日本が世界最高レベルだ。あまり褒めるなよ。弱く見えるぞ。しかもな、警告によると海自が実戦投入できる潜水艦は28から30隻保有だそうだぞ。そうね。22隻体制といっても、毎年1隻ずつ退役する潜水艦を廃棄せず演習艦として保存しているんだものね。ああ、それについても記事中で、C 国の潜水艦が東シナ海と南シナ海に抜ける2つの水路を監視するために、常時8隻の潜水艦を水中に隠しておく必要があるからだと書いているな。まあ真相は不明だけど、あり得る話よね。また、操縦型潜水艦については他にも書かれていて、ディーゼルエンジンからリチウムイオン電池動力に切り替えられた操縦型は原子力発電機なしでも1ヶ月間ほど潜水を継続でき、さらには表面を音響捨てるスタイルで覆い、
方向舵も他国の十字形とは違って X 型のためスクリュー近くに加入もできず、騒音も小さいため無敵の潜水艦と評価されていたと書いているな。なんだか褒めてるのかけなしてるのかよくわからないわ。それとも日本の潜水艦技術の凄さに、恐れをののいているのかしらね。かもな。さて、この中央日報のコラム、最後には予想通りというか、いつもの病気が再発しているな。それってまさか、空母保有は竹島防衛のために必要だ、とか言うんじゃないでしょうね。その通りで、警告は竹島の警告側故障である独都市種のためには空母保有は必須だとも書かれているな。むしろ竹島返還するにだ、と言い出したらどうしようと思ったわ。警告は国力面で日本と C 国の軍備競争には飛び込めない。いや、じゃあ諦めて家で引きこもってキムチでも食ってろよ。しかし C 国に続いて日本も空母を保有することになれば、三面の海と独島を死守するためにも、空母の保有は必然の選択となる。警告の領土である独島、我々のものだと猛言を吐く日本の空母がその沖に浮沈したら、こちらも空母で対抗するしかない。海上にはイージス艦、海底には潜水艦、そして空中には F-35 戦闘機編隊。さらに宇宙には偵察衛星と、独自の GPS 人工衛星を手に入れ、空母打撃群を形成するべきだとな。おい、ちょっと待ちなさいよ。偵察衛星と独自の GPS 人工衛星なんて一生作れないでしょうよ。そして、コラムは韓米同盟が強固でなければいけないという話でエンディングを迎える。おい、終わり悪ければ全て悪いわよ。そんな例えないぜ。C 国だけでなく、日本の軍事力まで K国が対抗可能な範疇から抜けて強大化しているため、米国は最後まで我々を掴んでおく必要がある。え？アメリカ？なんでアメリカが K国にすがる必要があるのよ？アメリカの靴を舐めてでもすがりついているのは、K国の方なんだがな。米国は日本の軍事同盟だが、太平洋戦争では命を奪い合った敵である。故に、日米同盟を通じて米国が日本を牽制するのは、警告にもプラスとなる。ちょ、待てよ。アメリカが日本を牽制？何言ってんだこいつ。第二次世界大戦が終わってから74年が経過し、北東アジアの安保地形も大きく変わった。だからこそ、最小限の防御力は備えるものの、韓米同盟という外交策略を通じて、子孫が安全に暮らし、誰も狙うことができない強い国を築いていく必要がある。そう力強い言葉で、コラムは締めくくられていたぜ。なんだか頭痛くなってきたわよ。説明しておいてなんだが、私も頭が痛いぜ。警告が宇宙開発だけでなく、兵器開発でも日本に追いつけない理由がわかった気がしたわ。そんな警告から、ビッグニュースが飛び込んできたぞ。え？は？ビッグニュース？ああ。5月27日、警告の航空宇宙庁、コリアエアロスペースアドミニストレーション、通称カーサが新たに発足したそうだな。カス？ぴったりの名前じゃないのよ。カーサだぞ。2022年5月に就任したユンソンヨル大統領は、大統領選挙の公約の一つにカーサの設立を掲げていたんだ。先ほども話したが、警告政府は2022年、火星に警告の宇宙船を着陸させる計画や月への到達が可能な独自のロケットを5年以内に開発し、2032年に資源採掘を実施する計画などを盛り込んだ宇宙経済ロードマップを発表したんだ。そして KASA はこのロードマップを遂行するべく、科学技術情報通信部所属の中央行政機関として、宇宙航空政策、研究開発、産業育成、民間軍の協力、国際協力などを担うそうだぜ。あ、そうですか。30日にはキョンサンナムドサチョン市の臨時庁舎で発足式と第1回国家宇宙委員会が開催され、警告政府は発足式について、世界5で宇宙強国になるという警告のビジョンを実現し、新しい宇宙時代を切り開くという警告の決意を強調するものですと説明しているぜ。5で宇宙強国？なんでこうなるまで放っておいたんだ。しかもな、ユン大統領は、関連予算を2027年までに1兆5000億ウォン以上に拡大し、2045年までに約100兆ウォンの投資を誘致するなど、宇宙開発を全面的に支援しているんだ。ユンは宇宙開発に力を入れているのか。さらに宇宙関連企業1000社を育成し、そのうち10社を世界的企業に育てると説明しているぜ。特に、カーサの拠点都市であるサチョン市を先端宇宙科学技術の中心地、世界中の優秀な人材が集まるアジアのトゥールーズにすると述べたらしいな。はい、夢は壮大なようだけど、成功する目星はついているのかしらね。これからも自衛隊から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。